こんにちは、安西です。今回はですね、幸太郎さんと山に登っていきたいと思います。はい、今日登る山は何ですか、どこですか。今日はですね、ポンポン山っていう、はい、関西の、北の人に、愛されてる山ですね。里山です。馴染みのある山ですね。馴染みのある山です。はい、大阪と京都の県境ぐらいにあたる山ですね。はい、はい、で駐車場はですね、こちら、Dパーキング憩いの広場駐車場っていうところなんですけれども、はい、こんな感じで、どうだろう、20-30台ぐらいは止めれそうかな。で今日はまあ僕とどなたかの車しかありませんけれども、だいぶ空いてますね。今日は3月初19日火曜日の平日なんで、まあだいぶ空いてそうです。はい、ということで、今日はね、幸太郎さんと2人で登るのは初めてですので、いろいろお話ししながら楽しんで登っていきたいと思います。それじゃあ、頑張って登っていきましょう。行きましょう。なんか幸太郎さんは以前バスを使ってきたことがあるみたいなんですけれども、その場合はですね、バス停からこの駐車場まで、まあ、大体1時間弱ぐらいは歩いてくる必要があるみたいですけれども、今回だいぶねショートカットこんなとこまで行くんや思って、めっちゃ助かりますね。それはありがとうございます。山頂でゆっくりできるかもしれないです。あ、そうですね、はい、ただちょっと今日出発が遅くてですね、今10時出発ですので、はいはい、だいぶ遅くはなりましたけれども、はい、全然行きます、全然行きます。はい、で一応上りのコースタイムが下部3時からで、上り3時間ぐらい、下りが2時間半の往復5時間半ぐらいという感じになってますね。ルートとしては東海自然歩道に沿って歩いていくといった感じでしょうかね。はい、そうですよね。そうです、そうです、うん、で途中本山寺っていうお寺もあってっていう感じになります。はい、標高は629だったかな、まあ、600メートル台の低山にはなりますので、うん、この3月にはいい時期かなという感じですね。はい、はい、今日わりかし寒い感じですよね。そうですね、気温急に寒の戻りみたいな感じになって、朝とかね5度とかしかなくて寒かったんですけど、はい、まあ、歩いていけばそのうち温まるかなと思います。はい、しばらくは、まあ、東海自然歩道ということで、舗装路歩いていく感じになるみたいですね。はい、太田さん、今日は花粉症大丈夫ですか。だいぶ薬を抑えてますよですか。だいぶね、なんかもう鼻呼吸は今のところギリできてる感じなんで前なんか6個歩かれてた時も完全口呼吸になって、めちゃ偉そうだなって、バリしんどかったですよしかもあの2人にフェイス合わせる感じだったよ。そうですよね、マジやばかったっすよ。アドさんと高兄さんとで、そう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 、速そうですよね、足。そう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 、それについていくとなると口呼吸がなかなかしんどいだいぶ薬でね、まあ、今日はゆっくり登っていきましょう。そうですね、40分ぐらい歩いてきたらもう一個駐車場があります。これもうすぐ本山寺っていうお寺があるんですけど、それ用の駐車場なので、まあ、多分登山者は利用は避けた方がいいのかなと思われます。どうなんでしょうね、一応調べてテロップ入れておきます。こっからでも本山寺もちょこっとだけ歩く感じですね。鳥居をくぐっていきます。今本山寺に向かって登っていってるんですけど、東海自然歩道はコンクリート舗装の道です。こっちですけど、でもなんかトレイルもありますね。どっちも同じとこにつながるんですかね。あ、つながりますね。つながります、はい、地図で見ても。どっち行きたいかによりますよ。ちょっとあの舗装路飽きたんで、トレイル行きましょう。同じとこにつながるみたいです。今10時50分ぐらいなんで、まあ50分ぐらい舗装路を歩き続けてました。ようやくトレイルですね、登山道。やっぱりね、地面が柔らかいです。アスファルトは硬かったですね。砂利道に戻りました。もうちょっとでまた分岐になって左に行くと本山寺っていう感じですね。ちょっと寄ってみましょうか、本山寺。行きましょう、行きましょう。そう、登山口方面の下部山寺は寄れなかったんで、ちょっとここの本山寺は行ってみようと思います。あれですね、このまま砂利道行くとポンポン山で、あの通りで本山寺行きたいと思います。
まあ冬場やからね。確かに。怖いやろこれ。何かぶら下がってますねこれ。これ枯葉や、ね。枯葉がね。多分去年からずっとぶら下がってて、最初は緑だったんじゃないですかね。ああそういうことね。じゃあそうですよね。ちょっと不気味な感じになってます。入っていきます。あベンチありますね。あ本当だ。上にベンチがあるかどうか。覚えてないんで。そうですね。これ登ってベンチなかったら辛いですもんね。はい。ということで、登山開始1時間ですね。本山寺に着きました、はい、ちょっとここで休憩してきます。あ、本山寺にはお手洗いがあるんですね。しかもかなり綺麗です。これはいいですね、休憩がてら。え、ポンポン山ってなんでポンポン山って言うんですか。なんか昔の人がこう地面をこう踏むとポンポンってなったから、うん、足音が、うん、一切ならんけど。ならないんすか。なるわけないやろ。確かに。どういうあれやねん。どういうな、名前の由来でだいぶ特別じゃないですか、うん、だからなんかね、なんか生体を表すかもしれないけど、なんかそういうなんやったか、槍ヶ岳とか言ったら分かりやすくてね、はいはい、それがポンポン、あ、これポンポン山しようやっていうの。確かに珍しいですね、うん、なんだそういう理由なんですね、うんうん、アクセルホッパーが登ったからとかそういうのじゃないですか、うん、それポンポンスパパンポンスパン言うけど、言うけど最近やろその名前ついた。それやとしたらもう10年ぐらい前でしょ、はい、それもエンタの神様のある時やから 10年、そうやな、10年ぐらいやな、もっと名前は古いんで、名前的になんか最近のやろかな。だからそういうことっすよ、そういう落ちただけたやつが、その時代にポンポンポンって言ったら、おポンポンいいねやったんですか。名前せへんけど、それと一緒っすよ。そういうことですよね。こ、うん、の説濃厚っす。何時代に付けられた名前か知らないですけど、うん、その時代の芸人が。芸人がなんかその、ひょうきんなやつが。ポンポンやなポンポン。っていうふうに付けられたかもしれないですね。ひょうきんなやつが付けてる。そういうことや、うん、はい、ちょっと長らく休憩してまして、このね階段を登るのが億劫でしたけど、せっかくここまで来たらねお参りしていこうと思います、はい、今日全然まともな登山してないですからね、ほとんど舗装路ばっかで。おお、これが本山寺。これなんか入りますよ。え、あ、なんだこれ。怖。え、マニーグルマ。お金入れて一回回せばお経を一巻読んだのと同じ功徳が得られる。すげえ、すごいシステムだ。なんかいいのかなそれでっていう。おい、思うに大変やけど。そうそうそう。ああいうことによって。お金入れて1回回せば読んだのと同じ功徳が得られる。すごいすごいな、これ初めてやるぞ、この全国入れるもんって。いや本当ですよね、そんなシステム。ちょっと1回回してみます。特にあれハンドルとかはないですよ。あ、ハンドルないの、ね、2回転やった。これ家帰って復習しなきゃいけないですか。これスローモーション見せて。スローモーション。なんてか。すごいな。これどう、こっちこういうことやね。ああ。じゃあ逆か。そうですね。前に回さなきゃあんのかな。前ですね。そうですね。こういうことですね。上から下に呼んできますもんね。そう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 。何回回ったんですか。たくさん黒呼んでもええかな、逆に。逆に。ほんまですね。もうかん、読み方がわからんからね。確かに。読めないですもん、だって。新自在前、あ、新自在菩薩行。新自在菩薩行。新般若。わか、はんや、なんばら、なんみずだ。これはお金入れてましたこれ。いや、回したらいいことがわかる。お金入れて一回回すだけで同じ効果ならもう。これはもう回したらお金は。読めんわ。読めない問題あるんで。
本山寺の裏側から次の道へ続いておりました。よかった、戻らずに済みますね。ポンポン山、この本山寺からポンポン山が、だいたい1時間半弱といった感じですね。まあもうそんなに長くないですね。どっか結構登るようなところってあるんですか？いやもうね、3年前がとね、5年前しか登ってないんで、僕3年前と8年前から登ってもう記憶が薄れてますね。薄れてますか？もういろんな山登ってるから上書きがすごいですよ。確かに確かに、メモリ知れてるから、メモリのキャパがまあ、 あのポンポン山ね、初心者向けの山ということですので、うん、そんなしんどいところはないと思われます。そうそうそう、ちょっと急な階段が現れました。まあでも階段で整備されてるので、足元は大丈夫ですね。さすが里山。うん、里山や。さすがメジャーの山はちゃいますね。ですね、愛され山ですよ。整備されてますね。うん。よいしょ、一段一段が高いな、これ。しんどい。よいしょ。女子はもっとしんどい。確かに。子供とかもね。ポンポン山登りたいって子供いそうですもんね。なんかチャウルイとか行かんときついそうですね。うん、でもこれよりもっと前のルートがめっちゃしんどいですね。バスから行くルートやったら。ああ、そっか。から行くルートやったら。バスだとちょっと距離伸びますね。ここまで1時間とか1時間半ぐらいかかるから。ああ、遠いわ。よいしょ、急な。結構あるやん。ね、まだ 2.6 キロもあります。これが、カブ三時、駐車場を止めたところの近くですね。26キロか。結構あります。結構あれに惑わされますね、標高に。そうですね、低い割に距離は長い。往復で12キロぐらいになってくるんですよ、確か。結構あるんですよね。今日、幸太郎さんはハンモックを持ってきてるんですよね。この辺なかなか良さそうな木が立ち並んでま す、 いいす、ね、こういうのがあるのね、ちょっと嫌なんですよ。こういうのやるとこうなるじゃないですか。沈んでここに当たっちゃうみたいな。この太もも以上あったら OK なんで、おこのトライアングルいいかもしれない。こうね、幹の周囲60センチぐらいか。あ、これかちょっと、まあ、ゆっくり座って山頂でもいいですし、ここはちょっと休憩するのもいいですね。うん、ちょっと時間はたっぷりあるんで、候補地。まあ距離は長いけど歩きやすい道が続きますね。あ、まじで。うん、もうこの辺は地面も柔らかいので膝にも優しいし、うん、いいコースですよ。なんかありますね。あ、これね、天狗杉、高槻の古木、天狗杉。そうそうそう、2本。うん、仲良く立ってますね。金剛山とかって見落とすぎとか言われるじゃないですか。あ、1本が2本になってる。あ、そうそう、ありますよね、根元がくっついててみたいな。うんうん、それに比べたら弱いですね。ちょっと弱いですね。2本並んで立ってるだけって。そう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 。悪口じゃないですけど。じゃないですけど、ちょっと、うん、目落とすぎじゃないんだとは思った。そうですね。違いましたね。僕です。めっちゃ歩きやすいですね。なんかおしゃべりするにはいいですね。そう。あ、熊に注意がありますよ。ん？あ、本当や。やっぱこの辺も京都は出るんですね。京都そうですね、熊に注意。もう3月だから冬眠明けてもおかしくないぐらいですかね。まだちょっと寒いからもうちょいか明けてないんじゃないですか。なんか気温通り動くみたいなイメージがあるじゃないですか。3月1日に僕らは動きますみたいなないじゃん。確かに。4月1日にとか気温に流してそろそろやなみたいな。そうですね、熊さんたちに別にカレンダーないですからね。いや、そうそう、ないですから。また今ちょっと寒くなったから、うん、もうちょっとって二度寝しようみたいな。ここめっちゃいい。あ、ここは最強。なるほど。
ここいいですね。あ、ハンモック的地ですね。あ、ここもうここにしましょう。これ以上ないわ。OK です。ここにしましょう。帰りいいですか。帰りしましょう。OKOK。全国行ってもこの光景、東京の山行ってもどこ行ってもこの光景ですよ、水林。まあ確かに、この光景はいくらでもあります。どこ行ってもこの光景、うん、見慣れましたよ。見慣れましたね。どこ行ってもこの水林の光景。低山っすね、山の。本当ですよね、低山といえばこれですもん。そうですね、うん、それだけ植林されてきたわけですね。人工林ですもんね、これ。そうか、花粉症以来になったんですか。あ、そうそうそう、花粉症の大元や。はい、ですね、大変な区間も全然なくてですね、ひたすら歩きやすい道が続いてまして、もうあとどうでしょう、距離にして150メートルぐらいで山頂かなといったところですね。めちゃくちゃいいですね。なんか気負わずに歩けるんで、すごい楽しめると思います。一人で歩く分にもなんか物思いにふけてもいいだろうし、こうやって誰かと一緒に登ると会話も弾む感じで、いい山ですね。もうすぐ山頂です。よいしょ、これ登ったら山頂来ましたね。あれですか、山頂ってことはポンポン、足がポンポン鳴るってことですよね。これはね、心の中で変換しないと。心の中で変換ですか。そう、今鳴ってるなって思い込むみたいな。はい、どこでしょう、山頂の標識は。あれか、三角点もある。もう一個あるし、そうです。これもいろいろある。タッチ、こんにちは。はい、ということで、12時45分ですね、はい、ポンポン山、標高 678.9m、はい、やりました、登頂です。登頂です。この、 あの無理やり感がすごい。もう5、6回いってるから。3、4回かいってるから、これ、ね、もう喜びも薄れて、喜びも薄れない。はい、あ、ここにいろいろ案内図があります。本当ですね。あ、何が見えるかっていう案内板があります。そして気になる足音ですけど。足音ですか。あの、家帰って加工してください。交換音入れますか。ポンポンポン。はい。でもなんとなくね、地面が柔らかい感じがするんで、そうか、それでポンポンに聞こえるのかもしれない。だいぶ歩み寄ってますね。はい。あ、今日はちょっと霞んでますね、今日は。見える山として有名なのは何やろ、全然知らない山ばっかや。比叡山がどっかにあるらしい。 あの辺かな、あっちか、 あれかな。ほうほう、どっか右の方に生駒山もあるみたいです。うん、ああそうね、めちゃくちゃ霞んでやっぱり春霞ですね、ポンポン山。まあ、でもいい山頂ですね。そこそこ広くて、ベンチもたくさんあって、ゆっくりできそうです。前これなかったんです。前もっと鳥があったんですよ。はい、あの借り取られまして。そうなんですか、木が。そうそう、あんま見えなかったの、展望。ちょっと開けたんですね。開けたんです。おお、はい、ということでポンポン山山頂でした。はい、ということで、まあ、うん、馴染みの山の、親しみのある山の山頂といった感じですね。そうですね。はい。まあ、山頂でもいいですけど、ちょっとさっき目星つけてた杉のポイントでハンモックでゆっくりしようかなと思います。そうですね。よろしくお願いします。あ、はいはい。持ってきましたね。二つ持ってきました、はい。そこでご飯も食べようと思います。そうそうそう、そうします、そうしましょう。ハンモック的地まで戻ってきました。はい、いい感じですね。本当ですね。この辺でくつろぎますか。あ、もう見つけた。お。良さそうな場所があったそうです。任せますよ、場所は。こんな感じですね。今僕用に貼ってもらったのがこれですね。いいのの、ダブル、いいのの
ダブルス、ダブルハンモック、ダブルハンモック、アトラスサスペンションシステム、これはあれですね、このチャリンストラップの名前ですね。ああ、ストラップの名前ですか。これいい感じです、ありがとうございます。はい、それじゃあ今からお昼ご飯と行きたいところですけれども、今日のお昼はですね、先日イベントでご一緒させていただいたゆかの山飯のゆかさんお手製の UL 弁当ですね、こちらホタテとエビの牛ヌードルってやつをいただきたいと思います。もうね、なんかお湯を入れるだけで出来上がるというすごい簡単なんですよね。そして味も美味しいという、ね、お墨付きをいただいてますので、袋にお湯を 300cc 注ぎ3分間放置して完成。めっちゃ簡単じゃないですか。そう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 、3分っていうのがいいでしょ、大体15分ぐらいかかるんですよね、はい、そうそうそう、あのアルファ米とかね、はいはい、時間かかりますよね。すげえ、おお。ハンモックから動こうとしないやつ。これ切りますか。これスプーン、そうそう、あ、フォーク、フォーク、すごいフォークついてました。ポップがある、あります。これがマックスで300なんで、これ300、はい、いいな感じ、お願いします。これもいいかな、ありがとうございます。これで3分ですね。これあのドロップキックし失敗あるから気をつけて。ドロップキックですか。こうやって揺れた入った時にこの勢いで、あ、ガチャーンやとやば、いろいろ気をつけないです。先ほどから僕がつけてるこの手ぬぐいなんですけど、コウタロさんの展開している LTM の新作手ぬぐいになります。なんとですね、広げるとこれあみだくじになってるんですよ。何が描かれてるかっていうと、はい、これ焼肉、カレー、カツ丼とかね、いろいろこっち側も料理になってて、で阿弥陀仁をたどって下山後何食べるかっていう手ぬぐいですね。手ぬぐいなんですね。通称、通称というか、通称というか正式名称、正式名称は下山後何食べようか手ぬぐいですね。下山後何食べようか手ぬぐいっていう、はい、すごい独創的なアイディアの手ぬぐいです。めっちゃ面白いですよ。でね、今日もこれ使って下山後何か食べようかなと思っておりますので、食べた後にやりましょうか。そう、はい、後で実際にやってみようと思います。この動画が上がる頃にはもうオンライン販売スタートしてると思いますので、リンク先はですね概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてください。ありがとうございます。ということで3分経ちました。あ、もう香りがすごい、魚介の香りがしますね。ホタテとエビ、いただきます。うん、うまっ。ちゃんとしてるんでしょ、味がしっかり。すごいちゃんと味がしてる。このすすった感じ、薄口かなとは思ったんですけど、ちゃんと口に含んだらぶわーっと香りが広がってめっちゃ美味しいですね。麺も3分でちゃんと柔らかくなっている。これはお手軽ですし美味しいし、うん、めっちゃおすすめ。ちょっと他にもいろいろ試したくなりますね。これは皆さんもぜひお求めください。 UL 弁当。お昼ご飯も済んだんで、ちょっとお昼寝タイムに入りたいと思います。すごいいい感じですよ、ハンモック。このね、寝そべった時に見上げる杉がすごい綺麗。空がもうちょっと天気良かったらさらに。本当ですね、青空は欲しいとこですけど、でも幻想的ですな、この絵は。はい、ということで、お昼寝もね結構な時間、30分かなしまして ね、はい、今14時40分過ぎぐらいで下山していきたいと思います。
まあ、このハンモックポイントから2時間かかんないぐらいで下れると思いますので、下りが早いですね。そうですね、歩きやすいですし、まあ油断せず気をつけて降りていきたいと思います。あ、僕らあれ決めてないですね。下山後何食べようか。そう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 、 あとで途中でやりましょうか。途中でやりましょう。はい、あのお寺あたりのね。そうですね、手ぬぐい広げれるところで、はい、やりましょう、やりましょう。はい、再びですね本山寺戻ってきました。ちょっとここでこの手ぬぐい使って今日の下山飯決めたいと思います。はい、この手ぬぐいですね、改めましてちょっとレパートリーを言ってきますと、はい、焼肉、カレー、カツ丼、ハンバーグ、唐揚げがこちらサイド、はい、反対側が、はい、ラーメン、餃子、お寿司もあるんだ、寿司、うん、おでん、焼き鳥、あ、いいですね、っていう感じですね、はい、で僕らはね下山したらお酒飲みたいから、はい、ラーメンとかね、あのカツ丼とかはちょっとブロック分かれててよかったですね。そうこれ同じブロックあったらあかんから、どっちからスタートするかにもよるんで。そうですね、はい、じゃあちょっとねこのままやるとあれですよね、もうネタバレになるんで。そうですね、あえてちょっと木の棒を使って、あ、そうそう、こうやって木の棒を途中に置くと、はい、もう無限に楽しめま す、はい、そうですね、答えが変わってくるので、答えが変わってくるんで、はい、ちょっと長さ調節しますね。調節しましょう、何個かやりましょう。ここで、はい、何個も何個もやろうか、当たらんわ、お前は。こうしましょうか、え、どっちスタートにするかはじゃんけんにします。あ、そうしましょうか、うん、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょう。こっち側スタートですね。こっち側スタート、安西、こっち側スタートで、だから今からの答えはそう、これのどれかになるって感じですね。カツ丼、ハンバーグ、唐揚げ、なるほど。結構普通の主食系が多いですね、主食というか。もうカツ丼はあれにしましょう。カツ丼は串カツ。串カツにしましょう。唐揚げはまあ焼き鳥も含むみたいな。それやったら焼き鳥とか。まあ唐揚げはなんとかなりますよ。あ、まあ、どこでもなんとなくもなるんで。ハンバーグ。唐揚げがちょっとエスニック料理になっちゃうんで。そうですね。なんかあんですね、なんでこれ。じゃあどっからにしようかな。じゃあ真ん中でスタート。寿司からね。はい。それじゃあ行きます。お、木の棒はスルーしました。スルーしました。あ、木の棒引っかかりました。ましたね、これ効果発揮しましたよ。発揮しましたね。発揮せんかったら落ちが悪いから。そう。あ、結構長いね。そう。これは上やな。あ、木の棒。発揮しました。木の棒2回引っかかりました、ね。左が勝ったから、これだいぶ話変わってくる。ハンバーグやった。ハンバーグか。ハンバーグ。ハンバーグを酒のつまみにするなら。居酒屋しかないっすよ。居酒屋。ハンバーグのある居酒屋。ハンバーグのある居酒屋で。居酒屋。僕、はい、ハンバーグありますかって聞いた。何やねんこいつみたいな。だいぶキャラ濃いっすよ。洋食屋行けって言われそう。洋食屋ね。ワイン飲みますか。ワインね。はい。なんかあると思いますよ。高槻の街なんで。そうですね。いろいろお店ありそうなんで。っていうところで僕らの今からハンバーグの口で帰りますんで、はい、一軒目はまあハンバーグを食べるということで、ハンバーグの口でね、はい、あ、そうですね、そうしましょう、まあ、そうしましょう。ちょっとなんか楽しいですね、なんかね、これはいいと思いますよ。ハンバーグの口で行きたいと思います、うん、はい、いや、めっちゃ面白いですねこの阿弥陀くじ手ぬぐいは。手ぬぐいね、まあ行きましょう。はい、じゃあ下山していきます。はい、ということで、もうすぐね駐車場に着くところぐらいまで降りてきました。ここら辺でエンディングにしたいと思います、はい、今回ですね、大阪京都の県境にあるポンポン山登ってきましたけれども、めちゃくちゃいい山ですね。歩きやすくて。そうですね、はい、なんかちょっとハイキングっていう。そう、ハイキングですね、登山というよりかは、ね、登山というよりはっていうので、うん、なんか何やろ、その厳しい山じゃなくてちょっと緩い山歩きたいとか、そうですね、初心者の人連れてるとか、そうですね、すごいいい山やと思いますね。そう、なんか変に気負わなくてよくて、すごい気楽に登ることができるんで、うん、なんか会話も弾みますし、すごい気分よく歩くことができました、はい、で今日なんかはね、小太郎さんが持ってきたハンモックに揺られたり、はい、でね、UL 弁当も食べて、あれも美味しかったですし、でこの阿弥陀くじでね、はい、遊んだりとかして、なんか新たな山の楽しみ方がちょっと広がったなっていう感じで、はい、すごい楽しい一日となりました。どうも今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということでね、孝太郎さんのチャンネルの方でも、未公開シーンといいますか、僕の方では公開
か撮ってないような会話とかもいろいろねありますので、ぜひね孝太郎さんの方の動画も見てください。はい、それじゃあこの後は、ちょっと車で町まで行ってハンバーグ、はい、ハンバーグ食べに行きたいと思いますねそれじゃあ今日もご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。高槻センター街、商店街突っ切ってきます。ハンバーグ難民になりそう。ハンバーグ難民はここで解決したと思ったのに。ハンバーグってありますか？ハンバーグない。あ、ハンバーグを求めて高槻駅から20分歩いてきました。